の漫画。皆さんこんにちは。私は大学生のかなで、最近二十歳になりました。お酒は二十歳からということで、来るべき時に備えて勉強中です。アルコール分解にかかる時間っていうのは。おはよう、かなでちゃん。みつる先輩、おはようございます。熱心に何の勉強してるの？お酒？お酒についてなら僕が手取り足取り教えてあげるよ。この人は同じサークルに所属する大学4年生のみつる先輩。そうだ、かなでちゃん合コン行ったことないよね。お酒も教えられるし行こうよ。合コンってお付き合いする人を探す場だよね。私今は別にそんな。何してんすか先輩。ソプラノ少年団のみんな。彼らはお金持ちが集まるソプラノ学園でアイドル的人気を誇った御曹司4人組。詳しくは過去の貧乏少女シリーズを見てくれプニー。まずはリーダー的存在のアルト君。カナデが参加する合コンとか外れすぎるだろ。王子様的存在の成田君。そうかな、僕にとっては当たりだけどね。ハードボイルドなカイリ君。合コンで飲むくらいなら組のやつと兄弟杯交わすな。キングオブマネーのカジノ君。僕一人対女の子100人の合コンなら毎月開催してるよ。参加費は1万円。それ合コンなの？しかも参加しとるんだ。少年団のみんなはなぜか私と同じサークルに所属している。少年団だ。もう大学生になってまでからかわないでよ。なんでだよ、大学生になっても変わらず貧乏なんだろ。彼らの言う通り、私は腸がつくほどの貧乏。ソプラノ学園に通っていたのも玉の輿の相手を探すため。結局相手を見つけられず大学に進学したんだけど。かなでの貧乏高校生活は過去の貧乏少女シリーズを見てくれプニ。みつる先輩、かなでを合コンなんて誘わない方がいいっすよ。飯目当てで行くだろうし、他のやつの食事も奪って食べちゃうかも。そんなことしないよ、むけー。僕が誰を合コンに誘おうと君たちには関係ないだろ。君たちみたいなモテ男は合コンなんて縁がないだろ。僕も絶対絶対に誘わないから安心してくれよ。それと先輩の僕がやることに口出ししないでくれるかな。口出しって。彼女ちゃんは絶対に僕の彼女にするんだ。ソプラノ少年なんだかなんだか知らないが、いつまでも彼女ちゃんに関わってくるなよな。ったく。そうだ、合コンの時のご飯代は僕が持つよ。タダ飯ってこと。どうかな。タダでご飯行きます。もうおい。オッケー、それじゃあまた場所と日時は連絡するね。どうしよう、ただでご飯に目がくらんで合コン参加するって言っちゃった。合コンなんて行ったことないし不安だな。今は彼氏を欲しいわけじゃないし、でもアルト君たちにバカにされっぱなしもなんだか。これはいい経験だと思って参加すべき。悩みに悩んだ私はその夜家に帰ってからお母さんに相談することに。でね、合コンに参加することになっちゃって。まあいいじゃない。いいことかなで。金持ちを見極めるポイントは時計、カバン、靴よ。詳しいブランドと価格帯はお母さんが資料にまとめておくから。お母さん全然玉の腰を諦めてないんだな。合コンは慣れよ。運命の相手に一回で出会えるとは限らないしね。最初はうまくいかなくても何事も経験。楽しんでらっしゃい。お母さん、そうだよね、何事も経験。怖がってばかりじゃ何にも変わらないし、緊張するけどできる限り楽しんでこよ。ご飯はしっかり食べて元取ってくるのよ。夕食代を浮かせるわよ。お母さんの言葉で私は合コンに参加する覚悟ができた。その頃のソプラノ少年団は優雅にお家でリラックスタイム。奏が合コンとか絶対に無理だろ。どうせあいつは貧乏ネタで笑われて終わりだ。参加させない方が奏のためだろ。いつにも増して奏ちゃんのことばっかりだね。俺がいつ奏の話ばっかりしたんだよ。毎日だよ。どうせ奏に合コンに行ってほしくないんだろ。それならそうとはっ
きり言わないと、かなでちゃんには伝わらないよ。俺は別に合コンに行ってほしくないなんて言ってねえよ。心配してやって。そうやって意地張ってばかりだから、この数年間何にも進展しないんだよね。いい加減次のステップに進めよ。僕たち視聴者ももう飽きてきちゃったよ。お前たち誰の味方なんだよ。面白い方の味方。なんだと。その夜のアルト君は夜通し騒いで大変だったとか。そして迎えた合コン当日。ついに合コンに来てしまった。他のみんなはまだかな。あら、かなでじゃない。ラムちゃん、エリカちゃん、もしかしてもう一人の女子ってかなでだったの。この二人はソプラノ学園で同級生だった子。二人ともお金持ちでお嬢様なんだよ。かなで、その格好で合コンに参加するわけ。相変わらず貧乏そうね。隣に並ぶのも恥ずかしいのだけれど。これは事前にミツル先輩に聞いたらカジュアルでいいって言ってたから間違えたかな。あ、女子たちも集まってたんだ。男子組はもうこっちにいるから入って入って。この人はないわね。でもワンピースも洗濯中だし、結局はこの服しかなかったか。かなでちゃん、男受けしない格好できてるな。カジュアルでラフな感じがいいって適当にアドバイスしておいてよかった。今回の合コンでは必ずかなでちゃんをゲットするんだ。女子は A 級ランクの美女を揃えたから、他の男子はこの二人に食いつくはず。そしてこの合コン中にかなでちゃんの好感度をガンガンに下げて、そこをすかさず俺がかっこよくフォロー。俺はそういうかなでちゃんが好きだけどな。みつる先輩、こんな私を好きになってくれるのはみつる先輩しかいないです。これで俺とかなでちゃんは見事結ばれる。それじゃ乾杯。乾杯。そしてついに合コンがスタート。田中君のグラスもう空っぽだ。確かお酒の本に空いたグラスを見つけたら率先して注ぐことって書いてあった気が。田中君、お酒お次しましょうか。ありがとう。あれ、泡ができないな。みんなも45度から注いでるのに、もうちょっと勢いが必要って。こぼれてるこぼれてる。かなでちゃんめちゃくちゃこぼれてるから。ごめんなさい、泡を作ることに夢中で。店員さんもすみません。いや全然、かなでちゃんって天然なんだね。かなでちゃんグッジョブ。田中が引いてるよ。気を取り直して、かなでちゃんは好きな食べ物って何なの。私はもやし丼ですかね。月に一度の贅沢ですし。もやし丼。もやしを半袋たっぷりとご飯の上に乗せて食べるんです。そこにマヨネーズと醤油を少し。あー、思い出すだけで。あの子、腸がつくほどの貧乏なので。なるほど。よし、男子が引いてる。ここでダメ押しだ。そうそう、かなでちゃんって貧乏なんだよね。洗濯も2週に1回で最低3回は着るんだっけ。いや、さすがに洗濯は。ラムちゃんとエリカちゃんは好きな食べ物とかあるの。そうね、私たちは訂正し損ねちゃった。さすがに洗濯はちゃんとしてるのにな。合コンって難しいな。失敗ばかりしちゃうし、自分のこと誤解されたままだし。ラムちゃんとエリカちゃんたちはちゃんと楽しそうにしてるのに。かなでちゃん大丈夫？ご飯とか食べてね。みつる先輩、ありがとうございます。かなでちゃんが冒険掘ってくれたおかげで思ったよりうまくいったぜ。あ、そうだ、ここのお店割り箸だしさ、せっかくだから王様ゲームしない？ゲームでもっと仲良くなろうよ。王様ゲームって行き過ぎた命令はダメよ。大丈夫大丈夫、そこは俺たち紳士だし。あれ、割り箸が。お客様、大変申し訳ございません。当店は環境への配慮から、ただいまこの瞬間から割り箸ではなく普通の箸を使っていただくことになりました。ということで王様ゲームはご遠慮くださいね。わかりました。それでは失礼します。怖かった。消されるかと思った。なんだあの店員、客の邪魔してきて。王様ゲームってなんだっけ。
高校時代にやったような気がするけど、もしかして勝って王様になるとお店の料理食べ放題とかやってみたかったな。まあお料理も冷めちゃうから食べましょ。あら、私の分の料理がない。あ、かなで、それ私の料理じゃない。え、あなたいくら貧乏だからって人の食べ物に手を出すのは人としてどうなの。わ、私じゃないよ。あなたじゃなかったら誰だって言うのよ。座敷わらしかな。あなた嘘つくにしてももう少しまともな嘘にしなさい。シャー。まあまあ二人とも落ち着いて。かなでちゃんはお腹が空いちゃってたんだよ。そんなにきつく当たらないであげて。うん。は、私本当に食べてないのに。今回だけよ。よかったねかなでちゃん。かばってくれたのはありがたいけど、これじゃ私が食べたことになっちゃったよ。人のもの勝手に食べるとか、それに謝りもしなかったよな。かなでちゃんはなしだわ。他の男子から完全に脈なしになったな、かなでちゃん。あら、私の飲み物がなくなってる。ちょっとかなで、あなたまた。違うよ。まあまあ、かなでちゃん喉乾いてそうだったもんね。新しいドリンク注文するよ。またみつる先輩の優しさが逆効果に。私じゃないのに。かなでちゃんはカルーアミルクとかどうかな。甘いし飲みやすいと思うよ。甘い牛乳ってことかな。じゃあそれで。はい、かなでちゃんの飲み物だよ。これ以上人のものを取らないでよ。もちろんだよ。座敷わらしのせいでこんなことに。こうなったら焼け牛乳だ。かなでちゃん、そういう冗談は面白くないよ。ね、かなでちゃん。かなで、店員さん。アルト様。かなで、大丈夫か。こいつ酒の匂いがする。水をくれ。はい。あれ、アルト君。かなで、目が覚めたのか。僕のかなでちゃん、よかった。どうしてこんなことになったんだ。それはカクカクシカジカソプソプラノラノで、ミツルくんがドリンク注文してくれて。そうよ、そもそも人の食べ物や飲み物を取ったカナデが悪いのよ。でもカナデはやってないって言ったんだろ。防犯カメラを確認しよう。ここは俺の親父がやってる居酒屋の一つだから確認できるはずだ。防犯カメラ、まずい。そしてみんなで防犯カメラの映像をチェックすることに。ねえ、みんな犯人探しなんてやめようよ。そういうのよくないよ。これはみつる先輩。みつる、お前、あなただったの。かなでのせいにしてたわよね。みつる、お前何してんだよ。ひどいです、すっごく悲しかったのに。みつる先輩最低です。それはその、どうせ奏を窮地に陥らせてヒーローみたいに守れば、奏が自分に惚れるとかっていう魂胆だろ。モテない男が考えそうなことだ。全部バレてる。こんなことするやつと友達とかやだわ。ま、そんなに仲良くもなかったけどな。え、正々堂々と勝負しない男なんて最低よ。あなた心もブサイクなのね。心もブサイクってことは。それじゃあ奏、お前も帰るぞ。俺が送ってやる。待って、かなでちゃん。確かに僕が取った手段は姑息だった。反省してる。本当にごめん。でも僕がかなでちゃんを好きだった気持ちに嘘偽りはないんだ。だから僕と付き合ってくれないか。ご注文の生になります。今？ごめんなさい、私玉の輿に乗らないといけないんです。お母さんとの約束だから。みつる先輩とはお付き合いできません。え、玉の輿？こうしていろいろあった初めての合コンはなんとか無事に終了。その後合コンでの悪事が噂になってしまい、みつる先輩はサークルを退会、ひも手の陰湿男などと言われて
大学ではかなり肩身の狭い思いをしているのだとか。あの人だよ。ちなみに私はもうすっかり元気になっています。そういえばアルト君はどうしてあの日居酒屋で店員さんをしていたの？え？奏の合コンが気になりすぎて親父に頼んで潜入させてもらったなんて口が裂けても言えねえ。あ、もしかしてアルト君のお家も貧乏になっちゃった、だからアルバイトをしなきゃいけなくなっちゃったとか、そういう。ちげえよ、お前と一緒にすんじゃねえ。はあ、ゴールまではまだまだ遠いな。成田だよ。帰りだ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。あいつらゴールどころかスタートラインにすらなかなか立ちやしね。というかそういう帰りはどうなの？何の話だ？こっちもこっちで世話が焼けそうだな。意味がわからん。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援してくれ。また会おうぜ。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てくれよな。